皆さんこんにちは、えー。僕たちは双子でキックボクサーのエバタムツキとエバタルイです。えー、僕たちは今現在、えー、世界のベルトを二人で持っています。はい。<laughs> ありがとうございます。<laughs> えー、こうしてこういう場で僕たちのストーリーを話すのは初めてです、えー。僕たちキックボクシングではリングがこういう四角形になってるんですね。まあそこでグローブとキックパンツで話すことはあるんですけど。 スーツ姿で僕たちのストーリーをはじ、話すのは初めてなので、<laughs> すごく緊張しています。<laughs> 皆さん、ちょっと温かい目で見て、そして応援してください。さあ,ね、ありがとうございます。はい。え、今日僕たちが話すのは。 そししたら緊張ないあのこの前の話がねすごくあの感動してあのこれから話すと全くギャップがあってね僕たちあの夢の本ありがとうございますそう今日僕たちがお話ししようと思っているのは僕たちが世界に通るまでの別々の人生で別々のストーリーがあります その話を、皆さんに聞いていただけて、いただけてほしいと思います。ちょっと違うな、いただきたい,いた,だきたいと思います。<laughs> ごめんなさい、緊, <laughs> 緊張してます。<laughs> はい、そう、そんな話を、はいえー。まずは弟のルイから、お話ししていきたいと思います。お願いします。<laughs> はい。えー、僕はあの、双子の弟の江端ルイと言います。えー、僕たち、えー、顔がこんなに似てて。えっ、ー、と、全く同じ競技をやっていて、皆から。 あのややこしいとよく言われるんですけど <laughs> 僕たち小さい頃から、えー、っと本当に仲良しでした双子であんまりあの仲いい双子ってそうですね年いくとあるんですけど小さい頃ってすごく仲悪いイメージがありますよね分かんないか双子そんな多くないです <laughs> 双子あるあるで話したんですけど僕たちはすごい仲良くてですねあの何かするのにも全部一緒なんですいたずらする時も、えー、っとまあこっちの方が機関棒であの何かやる時はもう絶対兄からやるんですよ で何かやった後は「え俺じゃないよ」え「えじゃあ誰お前か」みたいなで僕はなんかあの「いや違います」みたいな全くまあ性格は全く違うんですで僕たちはその全く性格は違うんですけど僕たちはあの常に一緒にいたので同じ夢をあの描くことになりましたそれが今僕たちが、えー、双子の世界チャンピオン僕たちのキックボクシング世界チャンピオンになることが僕たちの夢でしたそんな、えー、僕たちですが あのプロデビューするまで二、えー、人で一緒にこう頑張ってくるんですけど興行側というか、まあ、双子なのでみんな気を使ってくれたのかな同じ日にプロデビューをさせてもらえたんですその興行で興行というのは試合の大会ですねそ,うそれで僕は本当は喜ぶはずなんですけどあのすごくやりづらいんです二人でだって評価されるわけでしょ同じあの試合で僕はあの後の試合だったんですけど一発目に兄のデビュー戦 もうカーンバーン慶応みたいな <laughs> 僕えそんな初めてのデビュー戦でこんなありみたいな僕どう頑張っても勝てないじゃないですかまあでも僕も一生懸命気持ちを奮い立たせて,そして試合に出るんですけどまあさえない判定勝ちでまあ当然格闘技メディアの方も「ムツキすげえ!」ってなるわけですで雑誌にも「こんな新人出ましたよ」僕はででもデビュー戦で 全然冴えない試合だったのでその時はあの兄のすごい大きなパンっていう記事の下に小さく「同じ日に弟デビュー」みたいなそんなちっちゃいあの感じでしたでもこうやって今笑って話せるんですけど僕その当時は本当にえっと双子で比べられることにはすごく慣れてるんですけどそ,のそんなにこうみんな気使遣って「お前すごいお前ダメ」みたいなことないんですよ。 初めてその格闘技のシビアさを知ったというかデビュー戦で僕はそれを感じましたで2人でこう一緒に夢を追いかけることの不安をすっごく感じたんですね兄はもうこんな性格なので俺強えぜみたいな感じなんですけど僕はもう「あれ俺大丈夫?」みたいな「このまま一緒に行って僕はもしかしたらキックボクシング向いてないんじゃないの?」ってデビュー戦の頃にもうそう思っちゃいますでもそのまま睦月はこんな性格なので勝ち進んで。 無敗です無敗で、えー、と当時19歳、えー、最年少で日本チャンピオンになりました本当にあに周りからも、えー、と新人で今一番強いって声が上がるほど注目されてましたでそんな中僕は日本タイトル、まあ、日本チャンピオンですねになることができずに僕はずっと周りの目を気にしましたまあみんなもう分かりますよねもう大体え ルイはチャンピオンじゃないのみたいな気を使われるんです。でそのために僕はいやこれ次は取りますなんて言ってるんですけどまあ取れない。まあそのチャンスが来ないんですね。で僕はそのためにあれこれ僕には向いてないんじゃないかなって思うようになったんです。兄はこんな俺は強いってやってるけど僕は正反対の性格ですごくこうまあ見えないかな今こう筋肉がいっぱいあるからね。<laughs> それだけどあのうつな性格というか。 コンプレックスがすすごくあの塊のようにある性格なんですだからムツ月には合うけどキックボクシングに俺には合ってないんじゃないかなってで僕はあのムツ月の勢いにつられちゃって間違った道に来,た来ちゃったんじゃないかなってすごくあの感じるようになってきてで僕はあの今こうやって皆さんの前で話してますけどその当時はすごい悩んで母にも、まあ、今日母が来てくれてるんですけど僕はあの双子で。 生まれてきてまあすごい光栄なことじゃないですかこんなねあの2人でこうやってチャンピオンになれることもできたのでだけどその当時僕は母に双子ななんて生まれたたくなかっ,たっ同じように育てられたから俺はツ月にくっついてこんなつらい思いをしてるんだって八つ当たりっていうんですかそういうのをしたことがありました僕は母にも頼ることがなく兄にもどんどん距離を置いて話すことができなくなっていました で僕はそんなふうにコンプレックスの毎日だったんですが母の言葉で大きく変わりましたその言葉は「まあ、僕はすぐ人と比べてしまうので人と比べるな」と「類は類で今十分輝いている」人はそれぞれ違う道があるそれぞれ夢同じ,が同じ夢だったとしても歩み方は違うだから現時点で今の場所をこう測ることはできないんだよ もしかしたらルイノが進んでいるかもしれないでしょうそんなことをもらいました僕はああそっかムツキと比べてキックボクシングを考えること自体間違ってるんだなと思いました僕はもっと自分自身キックボクシングが好きで始めてもっとチャレンジをしないといけないなと思ったんです僕もすっごいあのこんな性格なんですけど実は負けず嫌いであ,あもうここまで来たらやってやろうと思いまして 僕たちはキックボクシングという競技は、えっと、皆さん知ってるかな「無タイという競技があるんです今立ち技最強って言われているのが「無タイという競技ですでその「無タイタイ分かります?「無栄隊橋の地」はタイなんですけど僕はそこに武者修行に行こうと思ったんです一人でいつもムツキと一緒だったんだけど僕はあのこの旅だけは一人で修行してその無タイに挑戦してやろうと思いましたで僕は単身 タイに行くんですけど、そのタイでも僕はもう弟で、もうザ弟なんです。もうすっごいもう甘えん坊なんです。もう寂しいがりやだし、だけどムツキがいない。えどうしようみたいな。でも一人で来ちゃったしみたいな。まあだけど僕はあの頑張るわけです。でも一人じゃ頑張れないからノート買いました。でそのノートに僕はその寂しい思いだったり、格闘家じゃないですねっていうことね。寂しい思いだったり、その孤独な思いだったり。 その頑張るぞって思いだったり、一つずつこう書くんですで。そうしていくうちにだんだん自分自身の声が聞こえるようになってきて、あ、俺ちょっといけんじゃねえのみたいな自信がこう湧いてきたんです。で、僕タイにそうですね行って座って練習していく中で、そのタイで試合があったんですね。で、そのタイの試合で僕なんと一ラウンド KO 勝ちができたんです。僕さ、KO なんか全然したことないですよ。 ムキはバンバンするんですけど僕全然非力だったので今見えないですけどそうその全然倒せなかったんですだからあの1ラウンド慶応勝ちをして僕はすっごい自信を得たんですああ俺でもいけるってでその瞬間から僕は日本に帰って連勝を上げてムツキは日本チャンピオンだったから僕は1年遅れてかな日本チャンピオンになることができました <laughs> ありがとうようやくしますはい で僕はその日本チャンピオンになって今一番自分が輝いてるんだってリングの中で思ったんですいつもコンプレックスだったからただ俺が今たくさんの人に認められてチャンピオンベルト巻いてみんなにお前すごいよって言われて僕は一番輝いてると思いましたで僕はコンプレックスの塊だったんだけども少しずつ自信をつけてってその2年後今世界チャンピオンありますよね僕はその2年後兄よりも先に 世界チャンンピオンになったんです、はい、またそれもすごいなんかタイミングというか日本チャンピオンはムツキは先になって僕が今度世界チャンピオンになることができたんですただ僕は最初からコンプレックスを抱えて生きてきたんでまあ慣れてるっちゃ慣れてるというかただそのムツキはすごいプライドが高くて我が,が強い性格なんですもう僕が先にチャンピオンになったっていうことがお兄ちゃんのムツキはもう許せなかったんですね、うん、なんだよと。 だけど、当時僕が世界チャンピオンを取った時は、ムスキもすごい激戦を繰り広げていて、でも、そうですね、大勝負での敗戦が2回続きました、そんな時に僕がチャンピオンになって、兄はすごく自信を失っているように感じました、この次は、兄の話を聞いてください。さあ話ししづらいででょここれ <laughs> <laughs> 弟ってんんなももんんすす <laughs> 兄よりもよくしゃべりりくます <laughs> 僕はえ スターゴナのムツキです、まあ、ルイが言った通り僕は本当にずっと自信過剰で、えー、プライドが高くて、まあ、頑固な性格だったんです、まあ、本当に僕はプロデビューしてからずっと勝ち進んで日本チャンピオンになってこのまま絶対負けいくんだってルイのことを引っ張っていくと思ってたんですでも2014年3月に弟が世界チャンンピオに僕は悔しくて僕が先に取るはずこのベルトだって思ってたんです なのに、類に先に取られてしまっていたんです。僕は悔しくて。その頃。自分が負けたことがなかったので、どう対処していいか、分からなかったんです。で、あれ、今の現状って、どうなってるんだろうって。考えることが嫌になってしまったんです。で、僕は逃げ出してしまって。練習にも、行かなくなってしまった時期も、あったんです。もう、僕はいつも自信家なので。絶対に、俺が一番って思ってたんですが。そのところは。 すべての自信がなくなってしまっていましたそんな僕が自信がなくなっていつも僕が上にいたのにちょっと類の影にかぐれ隠れるような形になってしまったんですねその時に僕の母が僕を見て今この苦しみから逃げちゃいけないよって僕に言ってくれたんです好きなことから逃げて今この苦しみから自分が逃げ出したらずっと逃げ続けることになるって 僕の範囲に言われたんです僕はその時にああそうだよなって僕はずっと19の頃から成功してきてルイは、ね、苦しい思いをしてきたのに僕はずっと楽な思いをしてきたと思いました今ここで歯を食いしばって兄の僕が踏ん張る時だと思いました僕は逃げずに弟の後ろにつきながら一生懸命トレーニングも頑張って世界タイトルを取るために自分のプライドと がを捨ててて戦ってきました本当にみんなの本当に応援と声援のおかげで僕がつらかったあの時期を乗り越えることができました僕はあの言葉のおかげで歯を食いしばれて頑張れたと思います僕たちはまあるはね人と比べないっていう言葉をもらって僕は「 苦しみから逃げてはいけないよという言葉を母からもらいました僕の母は別々のタイミングで別々の言葉を僕たちにかけてくれました、うん、僕たちはその言葉をその言葉のおかげで今こうして二人で世界チャンピオンになれていると思っています、えー、僕の母がこうして 僕たちを育ててくれて好きな道を進ませてくれたから僕は今こうして2人でここに立っていると思いますそして僕たちにはこれからもっともっと大きな夢があるんです今こうして世界チャンピオンですがまだまだ上を狙っていますそれはキックボクシング界で前代未聞と言われているエタイのベルトそれを僕たちは2人で取ることが僕たちの夢なんです僕たちはこの夢を すべてをかけて叶えたいと思う理由があります僕たちは母からもらったこの言葉を母が僕たちにこうしてくれた言葉が僕たちが力になってそしてその言葉が正しかったんだということを証明していきたいと思っているんです僕たちが無慰態のチャンピオンになれば母が育ててくれたことそしてかけてくれた言葉が正解だったということに僕はなると思っています <laughs> 僕はそんな母に今日ちょっと一言言いたくて今日会場に僕の母が来てるんですえいいかなえお母さんえ本当にありがとうえ僕たちね二人でこうしてわがままできかんでそんな僕たちを一人で愛情のある言葉で僕たちを育ててくれました 僕たちはこれから大きな夢に向かって二人で歩んでいきます厳しいかもしれないでも僕は母がくれたこの言葉を証明するためにこのベルトを人で取ろうと決めています本当にありがとうありがとうございます <laughs> そ,うそして、えー、僕たちを応援してくれてる皆さんそして今日 お聞きしてくださった皆さん本当に今日はありがとうございましたありがとうございましたま、えー、僕たちはそのムエタイのベルトの獲得をした後もう一度こういう場で皆さんの前でお話できたらなと思っています今後とも僕たちの、えー、応援してもらえたら <laughs> 僕たちもっと頑張りますそれでは